こんにちは、高田実です。今日はですね、お客様に対して営業活動を行う上で、お客様の購買意欲を後押しするっていうことを考えてもらいます。まあ、お客様がですね、に対してですね、あなた自身に興味を持って、あなたの扱っている商品サービスになおかつ興味を持っていただく。そうした上で、まあお客様が絶対迷うんですね。どの商品がいいのかとか、どのようなものがいいのかとか、いろいろ迷います。迷うのは当然なんですね。なぜならばこれだけ供給する方が多くて、いろんな商品、競合他社さんの商品がいっぱいある中で何を選べばいいのか分かんない。もしくはあなた自身の提供する商品やサービス、あなた自身の中でもいくつか種類あると思うんですね。その中でやはりあなた自身の場合で、お客様が商品サービスの部分で困ってた場合っていうのは、ぜひともやっていただきたいのが、選択肢をお客様に与えるっていうことなんです。その選択肢をいかに与えるかっていう部分の大前提といたしまして、行っていただきたいのが、やっぱりお客様のニーズ、要望を把握するっていうことなんです。お客様が何の部分で困っているのかっていうのをまず把握する。そのためには、まあ有効な質問とかをですね、繰り返し行いましてですね、お客様から、まあ、いかにニーズの部分を、本音を聞き出す、もしくは、まあ、潜在お客様が見えない部分の、営業マンであるあなたがですね、潜在的なニーズっていうのを掘り起こすことが大事なんです。その上でですね、やっていきたい、いただきたいのがこちらなんです。主に、まあ、値段、質、量や期間っていうのを書かさせていただいたんですけれども、もちろん、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、やはり選択していただく上で、お客様に選んでいただく上で、値段っていうのが一番ポイントになると思うんですね。だから、まあ、あえてこの値段を二重丸に書きましてですね、値段、質、量や期間を変えて、お客様にだいたい3種類ぐらい選択肢を与えるんです。よく、まあ、松コース、竹コース、梅コースっていう形で3種類ぐらいの商品もしくはサービスっていうものをお客様に選択肢を与えると、お客様が選びやすくなるんですね。まるっきりないものを提供するより、あるものを比較させるんです。お値段高い、安い、中ぐらい、もしくは質が、まあ、とびきりいい、まあ、中ぐらい、それで、まあ、最低限質はいいですよと、もしくは量です、量や期間ですと、1年プランとか6ヶ月プランとか3ヶ月プラン、こういった形でですね、値段と質と、まあ、量期間、まあ、最終的にはそれ全て値段に関わってくるんですけども、 質や量期間っていうものが、こういった部分に焦点を当てましてですね、お客様に、まあ、最低でも2種類、まあ、一番ベストなのは3種類ぐらいのものをですね、お客様に提示してあげるんです。そうするとお客様は比較的選んで決断する、選択するということは、お客様決断することにもつながるんです。そういった部分でお客様の購買意欲というものに関してですね、あなた自身が後押ししている、後押しするっていうことにつながるんです。これができるかできないかでですね、お客様の決断するタイミングやですね、速さっていうのがかなり変わってきます。まるっきりこういった選択肢を与えないで、お客様にいかがですか、いかがですかっていう形で営業活動を行っても、なかなかお客さんっていうのはですね、決断できないんですね。ですので、そういった部分も含めまして、このような形でですね、お客様に選択肢を与えるっていうのは非常に大きなポイントになります。特に3種類、まあ、松、竹、梅っていう部分で、まあ、お値段を中心に、や質や量、期間といったところに焦点を当ててですね、お客様に選択肢を与えると、最終的にはお客様の決断っていうものに後押ししますよっていうことです。今日は、まあ、こういった形でですね、お客様に選択肢を与えることによって、いかにお客様の購買に対する決断をしていただくかということを説明させていただきました。
それでは本日これで失礼いたします。ありがとうございました。